国市越後の三家老に蛤御門の責任を取って切腹を命じる使者が飛んだ。そしてそれと同時に それが罪状じゃ。腹は切れん。逆賊謀反不忠義、そのどの一つを取っても思い当たる使者ないわ。腹は切る、見事に切ってみせる。だがそのお沙汰書きを書き直さなければ腹は切らんぞ。進歩派の指導者は全て粛清され、騎兵隊などの初代も解散に追い込まれた。今後の身の振り方どうするつもりじゃ。考えても仕方ない。あるようにしかならん。このようなことならいっそ蛤御門で死んだ方がマシやったまい。まさに死に遅れた。おやいても仕方がねえ。まずは生きることじゃ。一体、おじい俺たちをどう考えてるんじゃ。高杉晋作じゃ。僕はこれから萩の奴らを撃つ。共に戦う同志はおらんか。このままじゃ長州は滅びる。長州が滅びれば君たちも滅びる。この世に座して酒を飲みながら滅びるのを待つつもりか。我々は滅びるのを待っているんじゃない。解散命令を撤回すべく萩の重役連中と交渉中で返事を待っとるんじゃ。返事次第ではそれ相応の覚悟がある。甘い。君たちに解散命令を出したのは萩じゃねえ。その後ろにいる幕府じゃ。諸君は長州を滅ぼそうとしとる敵からどのような返事を期待しとるんじゃ。甘い甘い。今戦わんには不意を戦前に残すぞ。戦うんじゃ。戦おう。高杉さん、恩師の考えはわからんでもねえが過激すぎる。どこが過激じゃ。幕府と萩と二つを敵に回してどんな勝算があるっちゅうんです。勝算はない。そんなこと。達人じゃん。勝算のない戦いに大事な部下を使えるわけはないでしょうが。むちゃくちゃじゃ。話にならん。達人さん、どうか冷静になってください。戦えちゅうて言われても無謀極まりないとは思いになりませんか。思わん。これは正義の戦いじゃ。刀を持ち、槍を構え、萩に向かって一里進めば一里の忠、二里進めば二里の義を尽くすことになるんじゃ。そりゃあなたのような生まれながらの侍の理屈じゃ。そうだ。我々は侍じゃない。忠義のために命を捨てることはできません。やるっちゅうならどうか勝手にやってください。我々は萩からの返事を待ちます。誰もおらんのか。俺についてくる者はおらんのか。分かった。恩師らの心底見えた。恩師ら卑怯者じゃ。何？おっしゃれてよ。おう、何度でも言おう。勝算のある戦なら誰もやる。恩師らが騎兵隊に入った時、恩師らの黒船に対して勝算あったか。あの黒船が長州中軍に恩師らのふるさとを滅ぼそうとしたから立ち上がったんじゃなかったんか。今の幕府がそうじゃ。俺は恩師らのふるさとを滅ぼそうとしろ。俺は俺の忠義、恩師らには恩師らの国への忠義があるはずじゃ。ないんか。ないやつ俺は卑怯者、小
腰抜けて言うんじゃ。よう考えてまだ己に少しでも勇気があると思ったら明朝の刻高山寺へ来い。俺はそこにいる。待ってください。一人でどねんするつもりなんです。萩へ行く。あくまで殿に幕府との決戦を訴え、お聞きれなくは城門の前にいてこの花かっさばくまで。成長軍と保守派を敵にしてわずか74人。これが世に言う高山寺決起である。